皆さんこんにちは。ミュージシャンで俳優のディーン・フジオカさんが2023年6月2日自身のインスタグラムストーリーズを更新しました。その投稿で指の怪我について現状を報告しています。ディーン・フジオカさんは同年5月29日左手親指の指先を切り落としてしまったと怪我した親指の写真をアップし、かなり出血したことがうかがえることから心配の声が相次いでいました。6月2日の投稿では、はじめに今回の怪我に関して皆様からたくさんの温かいメッセージをいただき本当に感謝ですと自身に届いた声に感謝を述べていました。怪我について今は回復の一途をたどっていますとし、完全に自分の不注意による怪我で骨や神経には問題がない、軽傷の部類ですと説明しました。また切り落とした肉片は忘れずに回収し傷口にくっつけておくべきということで、縫えれば止血が早いのでと怪我で学んだことも伝えたディーン・フジオカさん。あと破傷風ワクチンは迷わず打つべきと病院に行った際に打ったことから必要だと呼びかけていました。世界のどこにいても安全や健康管理に関して常に細心の注意を払うことができる、そんな体制づくりが生きてく上でも仕事を続けていく上でもとても大切ですねと反省を込めて綴っていました。ディーン・フジオカさんの奥様がインスタグラムを非公開にしたのですが、その理由はなんと連れ子との関係を隠すためだったとされています。2016年から人気急上昇し始めたディーン・フジオカさん、俳優だけではなく歌手としても活躍し幅広い年齢層に大人気となっています。歌に関しての評判は賛否両論あるようです。シャープな顔立ちで女性ファンの多いディーン・フジオカさんですが、実はすでに結婚していて子供もいるパパなのです。ディーン・フジオカさんが結婚した奥様はバニーナさんという方です。以前バニーナさんはインスタグラムを公開していましたが、非公開にしたことで話題になっています。一体どんな理由があったのでしょうか。まずはディーン・フジオカさんの奥様についての詳しい情報から確認していきましょう。ディーン・フジオカさんの奥様は一般人ということもあって詳しい情報は出てきていませんが、名前はバニーナ・マリア・ヒダヤットさんと言います。バニーナさんの写真を見ると一般人とは思えないほど美人であることがわかります。それもそのはずです。バニーナさんはモデルとして活躍していた時期もあるそうで、モデル時代のバニーナさんを確認してみると意外な事実が判明します。なんとすごいタトゥーを入れているのです。まあ海外の方なのでそこまで驚くことではありませんが、日本の人から見れば驚くことかもしれません。またディーン・フジオカさんにもタトゥーが入っていることも判明しています。バニーナ・マリア・ヒダヤットさんの年齢はディーン・フジオカさんの2歳年上で、2023年で44歳になる年です。2人が出会ったのは台湾でのことでした。共通の知人の紹介で台湾の台北でディナーをしたところ、お互いに運命の出会いだと感じ交際に発展したとのことです。その後4年間の交際期間を経て2012年7月にバリ島で結婚しました。ディーン・フジオカさんは2017年6月24日公開の映画結婚の PR インタビューでプロポーズの場面に触れています。ずっと遠距離の関係が続いていたこともあって玄関で衝動的にプロポーズしたと述べています。ロマンチックなプロポーズをしそうなディーン・フジオカさんですが、意外と素朴な感じでプロポーズをしたようです。結婚後2014年10月1日には男女の双子が生まれました。名前はカイ君とリンちゃんと言います。さらに2017年3月11日には第三子が生まれたことがディーン・フジオカさんのインスタグラムを通じて発表されました。性別は発表されていないものの、第三子誕生には世間から多くのお祝いコメントが送られています。ディーン・フジオカさんが2016年2月5日放送のぴったんこカンカンにゲスト出演した際、安住紳一郎さんから奥様の性格を尋ねられると、ジャカルタの虎って感じですかねと答えました。性格を表現する言葉で虎を使うと凶暴な一面もあるのかと思ってしまいます。しかしディーン・フジオカさんはその理由を、厳しい時は厳しいですね、でも根本はすごく愛のあふれる人なので困っている人がいると放っておけないタイプと言っています。バニーナは
芯が強く周りの人に厳しくして成長させてくれるだけでなく、優しい一面もある素敵な女性なのでしょう。ディーン・フジオカさんは優しさの中に厳しさがあるしっかりとした性格に惹かれたのでしょう。ここで改めてディーン・フジオカさんの経歴を見てみましょう。ディーン・フジオカさんは中国人の父親と日本人の母親を持ちますが、ディーン・フジオカは本名ではなく芸名です。本名は藤岡達夫さんと言います。ちなみに芸名のディーン・フジオカの意味は広東語でクレイジーという意味だそうです。ディーン・フジオカさんは中国人の父親を持つだけあり、語学が非常に堪能で5カ国語の日本語、英語、中国語、広東語、韓国語を話せるとのことです。ディーン・フジオカさんは語学力を生かして日本で芸能活動する前から主に香港や台湾で芸能活動をしていました。最初に日本ではなく海外で芸能活動するきっかけは、海外旅行の途中でスカウトを受けたのが芸能界入りのきっかけだったからです。ディーン・フジオカさんが23歳の時、アジアをバックパッカーとして旅を始めました。2004年24歳の時に香港に立ち寄り、香港の中心街であるワンチャイのナイトクラブに行き、ラップを披露したところ、ディーン・フジオカさんの姿を偶然見ていたファッション誌の編集者からモデルのスカウトを受け、これが芸能界入りのきっかけとなりました。この時にディーン・フジオカという芸名を使い始め、芸名の理由を次のように語っています。外国人の僕が地元の人たちに割って入ってサバイブしていくには、すごくいろいろなことを考えていかなければいけなかったとしています。少々クレイジーなことをしてでも前に出るようにしないと活躍の場はもらえないという今後の意気込みのような意味合いもディーン・フジオカという名前には含まれているということなのでしょう。その後、香港俳優デビュー作である2006年公開8月の物語で主演の平安役に抜擢されました。その後には台湾でも活動して、台湾俳優デビュー作であるスクールロワイヤル極道学園で神道上役を務め、着実に活躍する世界を広げていきます。日本での芸能活動は2013年11月9日公開のアイアム市橋逮捕されるまでから始まり、日本での最初の活動でありながら主演だけでなく監督も務めました。日本で一気に知名度を上げたのが2015年9月28日放送開始の NHK 連続テレビ小説の朝が来たの五代友厚役でした。ディーン・フジオカさんをおディーン・フジオカ様と呼ぶファンが急増したのもこの頃でした。実はバニーナさんはディーン・フジオカさんと結婚するよりも前に子供を授かっていました。ということはバニーナさんにとってディーン・フジオカさんとの結婚は再婚なのでしょうか。バニーナさんはインドネシア在住ですが、インドネシアは人口の 10% がキリスト教信者という国です。キリスト教の中でもカトリック教会の教えでは、結婚は終生にわたる神聖なもとされ、離婚は認められないのが基本的なルールです。バニーナさんがカトリック教徒だとすると、離婚できないのでシングルマザーとして子供を設けた可能性があります。そうなるとディーン・フジオカさんとの結婚も再婚ではなく、未婚の母としての初めての結婚だったのでしょう。バニーナさんがディーン・フジオカさんとの結婚よりも前に子供がいたことが話題になっていますが、もしかするとバニーナさんと結婚前にできた子供との画像がたくさんインスタグラムに掲載されていたのが非公開の本当の理由だったのかもしれません。2023年1月17日から放送されたテレビ朝日系ドラマ星降る夜にが注目されています。吉高由里子さんが感情を忘れて孤独に生きる35歳の産婦人科医を演じ、北村匠海さんが音のない世界で自由に生きる25歳の遺品整理師という役柄で登場します。この2人が星降る夜の出会いを機に運命の恋を育んでいく大人のピュアラブストーリーです。劇中で三角関係になるのはディーン・フジオカさん、45歳で医師になったポンコツ新人産婦人科医というこれまでのイメージとは違った役柄に挑戦しました。制作発表記者会見では、主演の吉高由里子さんが撮影現場の雰囲気について、私が結構ポンコツなのですみません、こんなもんですと言ったら、オディーン・フジオカさんにそんなの最初からわかってるよという心強い言葉をもらったと明かしました。
ディーン・フジオカさんも和気あいあいとした現場であることを強調。こんなエピソードを披露します。この前仕事が終わって自分の車に乗り込んだら、吉高由里子が座っていた。車の中に GoPro が仕込まれているのかと思って見回したら、運転席にプロデューサーが座っていたと語りました。手話のセリフが多い北村匠海さんがある下ネタの手話をやったら、ディーン・フジオカさんがすぐに食いついたそうです。すると吉高由里子さんが、おディーン・フジオカが反応しちゃダメだよとすかさずツッコミを入れたそうです。2人は同じ所属事務所ですが、あまりにも仲が良すぎる雰囲気だったといいます。このところ吉高由里子さんに浮いた話は出ていませんが、ディーン・フジオカさんはブレイク前の2012年にインドネシア人の富豪の令嬢と結婚し、3人の子供がいる妻帯者です。会見を取材した記者は、欲求不満の吉高がおディーン・フジオカ様を誘惑して一線を越えてしまいそうな勢いでしたからね。ディーン・フジオカも日本国内で仕事する場合は単身赴任のはずですから、吉高がぐいぐい来ればと述べています。いかがだったでしょうか。今回はディーン・フジオカさんの私生活や結婚生活について深掘りしてみました。ディーン・フジオカさんは多民族国家として多様性のあるインドネシアで子育てをすることが子どもの将来のためになると考えて、バニーナさんと子どもをインドネシアのジャカルタに置いて、いわば単身赴任中の状態だそうです。バニーナさんが子育てや仕事に一段落ついて余裕ができた時には、またインスタグラムを公開して素敵な画像を見せてほしいものです。ディーン・フジオカさんの意外な一面を見ることができるかもしれません。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。